オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがもしも相談室として皆様からの疑問やご質問にお答えいたします。本日は本名のままでお葬式をすることは可能でしょうかというご質問です。お答えは、仏式の場合でも本名で葬儀を行うことはできます。特に旦那寺が郷里にある場合、葬儀の後改めて郷里で戒名をつけてもらうことがあります。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集時を超えてをプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者橋爪健一郎さんの著作、お父さん葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。この本をご希望の方は本希望と書き添えてください。ご意見、ご感想、そして本ご希望の方は住所氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスの方はファックス番号 0742-24-8422 0742-24-8422。 お便り、おはがきの方は郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43、いずれも奈良ドット FM オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは 0742-24-8415 0742-24-8415 奈良ドット FM へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。